井上康太、3割1分8厘、22打数7安打、7打点、OPS848、これ。世代最強打者やね。マジでスター性ある。来年から4番やろな。井上の。ロマン。井上は森下ミエセスの入れ替え候補で、島田板山は別枠なのおかしいわ。23打席中2三振1四球。誰だよ、野森2世とか言ったやつ。三振が多すぎるからそのうちあかんやろうけどな。これは甲子園優勝4番。浜中を超える逸材。打点小敷。8割くらいの力でしかスイングしてないよな。フルパワーでスイングできてあれくらいミート力があれば最高なんやけども。まだ前川いつぼもいる。ライトを思ったより無難にこなせてることに驚く。井上のホームランめちゃくちゃ気持ちいいから好き。2割でいいから40本打ってほしい。あかんかったら森下控えてるのは大きいよ。指標的にレギュラー厳しいというのはわかる。でも板山島田使うより1000倍マシ。ここまでやれると思わんかったわ。井上あかん勝ったら森下ミエセス、板山があかん勝ったら高山は確定やけどな。ソースはどんな左右病。広沢くっそウキウキしてて草生える。もっと苦労すると思ってたから昇格即結果出せたのが意外すぎた。ランナーおらんときはホームラン狙い、おるときはコンパクト強。三振するけど前より明らかに粘れるようにはなっとる。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。